はい、始まりました、とうべ100チャンネル。今回は満開後日数による栽培管理予想について簡単にお話ししていきたいと思います。満開後日数による栽培管理予想なんですが、一体どういうことかと言いますと、先日配信した育成状況の動画の中で、満開後、だいたい30日くらい経たないと結実が分かりませんというような、お話をしたと思います。そういった感じでね、満開日を、基準として、そこから何日経過すれば、どういう状況になるのか、何日経過すれば、どういったことが起きるのか、そして最終的に満開後何日くらいで収穫できるのか、そういったことが予想できます。そういったところをね、順にちょっと今回は簡単にお話ししていこうと思います。まず満開日ですが、今年岡山の清水白桃で、大体この辺りの地域なんですが、満開日が4月の5日から6日のあたりが満開日となっています。ここ2年くらいは、前倒し傾向だったんですが、今年は、大体平年並みで、満開を迎えております。そして、満開から、約30日の間は、まだ、実止まりの方がわからない状況なので、作業的には、実を触らない、作業が中心となっております。そして続きまして、満開後、25日から30日くらい経過すると、結実の方が、徐々に分かってきます。今年で言いますと、大体5月の1日から、6日あたり経過したところで、分かるかと思います。結実の見分け方なんですが、それはもう単純に、実の大小で、見てください。きっちり結実している実というのは順調に大きくなっています。反対に結実していない実というのは小さいままで大きくなりません。この辺りの大小を見ていただいて判断してもらえればいいかなと思います。そして実止まりが分かった後の管理なんですが、予備鉄火というものをします。予備鉄火というのはですね、最終着火量の約2倍程度の量まで減らしていく作業となります。なのできっちり結実して大きくなっている実を中心に、総廃果であるとか害虫の被害がないものを優先的に残して最終着火量の2倍を目指していきます。そのあたりの実の残し方はまた予備鉄火の動画を後日配信したいと思いますので、そちらの方を見ていただければと思います。そして予備鉄火が終わりますと、満開後40日から50日のあたりをめどに仕上げ鉄火をしていきます。こちらの方は最終着火量をですね、目指して鉄火していけばいいと思います。最終着火量の残し方なんですが、だいたい実を1つ作るのに葉っぱが約100枚程度必要となります。こちら品種によって多少の多い少ないはあるんですが、およそ100枚と考えていいかと思います。なので葉芽1つから葉っぱが10枚出ますので、葉芽10に対して実を1つ残す感じで残していけば最終着火量となると思います。で、続きまして満開後50日から60日の間が降格期と言われる時期になります。この時期は鉄火で実を落としたりとか枝を切ったりとか、そういう作業はしない方がいいかと思います。この降格期に木の方にストレスや大きな刺激を与えてしまいますと、角割れという症状が出たりしますので、この満開後50日から60日の間は木や実を触らないようにしてください。そしてね、この間の作業なんですが、降格期前までに仕上げ鉄火が終わっているようであれば、袋掛けをしていいかと思います。そして降格期が終わって、満開後、75日程度経ってからまた鉄火が終わってない品種に関しては鉄火をする。そして同時に、袋掛けをしていけばいいかと思います。はい。そして、満開後、100日くらい経ちますと白鳳という品種の、成熟期を迎えます。そして、満開後110日で、清水白桃、今年のペースで言えば、大体7月の25日くらいに、清水白桃の収穫期となることが予想されます。こういった感じでね、満開日が分かれば日数経過によってどのようなね、ペースで予定が進んでいくのか、組みやすくなってきます。中にはね、降格期なんか、実を触ったらダメな時期もありますので、そういったことも含めてね、管理スケジュールを、立てていただいて、そしてね、収穫を迎えることができればいいかなと思います。はい、というわけで、今回は満開後日数による
栽培管理予想について簡単にお話しさせていただきました。今回もご視聴ありがとうございました。